こんにちは、久米ブローズです。さあ、ついに今年2021年から紫スポーツでも取り扱いがスタートしたのがこちら、ヘイデンシェイプスです。で、ヘイデンシェイプスね、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、僕もすごく気になっていたサーフボードブランドの一つでもあるんですけど、4本オーダーさせてもらって、こっち側2本は普通の PU ボードで、コンフォート、そしてレイブンといったハイパフォーマンスボードです。で、こっち2本は、EPS 素材、フューチャーフレックスという素材でできていて、こちらが、ホーリーグレール、そしてこっちがヒプトクリフトで、まあ、一番皆さんが聞き馴染みがあるのは多分このヒプトクリフト、このモデルが、まあ、皆さんヘイデンシェイプスといったらヒプトクリフトって思ってる人も多くいると思います。で、僕もその一人で、なぜかというと、まずこのヒプトクリフトっていうのがサーフボードオブザイヤー、その年間でどのサーフボードが一番優秀かっていう決める賞を3度取ってるんですよ。で、僕もめちゃめちゃ気になっていて、まあそういうのって100分は一見にしかずということで、自分もこれを乗ってみたいなっていうふうに思って、まず、このラインナップの中で一番最初に乗ってるのがこのヒプトクリフトです。で、このヒプトクリフトね、見た目的に結構コナミボード、どっちかっていうとノーズワイヤレスがあってテールが絞られていて全体的に短いです。で、このボードのスペックも、5/4 19と2分の1、2と4分の1の 26.24リッター、だからサイズ感とか見た目から結構コナミボードなのかなって思う方も多くいると思うし、僕もその一人でした。前回ね、波台風の時に上がってセットで頭近いのが来てた時も僕この板乗ったんですけど、トリッキーかつ、ターンが伸びます。で、もともとね、コナミでも使用してたんですけど、コナミでの乗り味っていうのはすごくいい、よく走るボードっていうのは思ってたんですけど、コナミも走れてでっかい時によりパフォーマンスが上がるっていうボードは僕は知らなくて、やっぱコナミボードって言ったらコナミの方がいい、特化してるなんだけど、このヒプトクリフトに関してはコナミボードっぽい乗り味なんだけど、波が大きくなった方がそのパフォーマンス性の高さが出るのがこのボードだったっす。で、僕はね、それが一番びっくりしていて、実際ね、乗ってる時もターンがすごい前に伸びてくるんですね。だからそのフューチャーフレックスの反発を使いつつ、全体的なサーフボードのバランス、そういったのが絶妙な感じで仕上がっているので、波が大きくなっても乗れるのがこのヒプトクリフトの一番の良さだと思います。このヒプトクリフト、じゃあ小波でどうなのって思う方もいると思うんですけど、小波でもめっちゃくちゃ走りますっていうのは、皆さん分かるようにこのヒプトクリフトはもうフューチャーフレックス EPS 素材でできているので、小波での乗り味っていうのも抜群にいいし、走るかつパフォーマンス性がめちゃめちゃ高いです。この見た目から想像できないようなパフォーマンス性で、僕もグラブリバースとかああいう動きを可能にしてくれたのがこのヒプトクリフトで、その辺のパフォーマンス性の高さも、ね、僕は驚きました。実際持ってみるとこのレールもすごく落ちてたりとか、あとはそのコンケーブですよね、そこまで掘りすぎてなかったりと、ヒプトクリフトならではのテクノロジーがふんだんに入ってるからこそ3回もサーフボードイヤーを取れたボードなんだなっていう風に乗って初めて気づきました。めっちゃ重要なのがこのフィンセッティングで、もともとは僕も普通のトライフィンで使ってたんですけど、このツインスタビーがすごく相性いいです。もうこのツインスタビーでしか僕は乗らなくていいかなっていうぐらい。っていうのはなぜかというと、ヒプトクリフト自体がしっかりとターンができてアクションができるんですよ。ただこの全体的にワイデスがあるボードなんで、フィンをトライフィンにすると若干テールでの操作性が重くなっちゃう。テールエンドは絞られてるけど、テールのもワイデスは結構普通のボードに比べて広いから、だから抜けるのかなって思って普通のトライフィンつけてたんですけど、それが抜けないんですよね。ツインにスタビライザーシステムを組むことによって、しっかりとサイドフィンでターンをしつつ、このセンターフィンスタビで一気に抜くことによって、さらにパフォーマンス性が上がって回転性だったり高めることができるので、このねツインスタビセッティングっていうのはめっちゃおすすめなんで、このねヒプトを乗るときにぜひ試してもらいたいセッティングになります。このヒプトクリフトからさらにパフォーマンス性として進化しているのがこちらホーリーグレールなんだけど、これはねヒプトを縦も横もキュッと伸ばしたモデルで、こっちはディオンエイジャースのシグネーチャーモデルで、コンフォートはパフォーマンスのオールラウンドモデルって感じで、まあ、こっちは乗ってないんで、この辺も乗ったらまたさらに詳しいインプレッション出していきたいというふうに思ってるのと、まずはね、でもヘイデンシェイプスといったらこのヒプトクリフトをぜひ乗ってもらいたいなって思います。ということで、今日もこのヒプトクリフト乗って、サーフィンしていきたいと思います。お願いします。